えー、皆さんこんにちは、えー。今日は日本学術会議任命拒否解釈変更はない答弁の意味ということでお話ししようと思います。えー、とですね、えー、日本学術会議が、えー、次期の会員として推薦した105名のうち6名が、えー、任命拒否されたということで。 えー、このですね、まあ、日本学術会議側が推薦して、えー、内閣総理大臣が任命するという、まあ、条文が、まあ、になった時ですよねその改正があった時に、えー、当時の,、えーまあ、あの国会の答弁で、えー、内閣総理大臣の任命は、えー、形式的な任命であるというね、まあ、そういう内容のものがあったということだそうですよね。 でまあ、の任命が形式的っていうのはあ,のある人について、えー、日本学術会議から推薦があれば、えー、内閣総理大臣は任命するっていう意味だと思うんですよね。ということは、まあ、あの任命は義務というになると思うんですよね。だからまああだから推薦と任命があればその推薦 からえー、矢印ですよね一直線推薦イコール任命みたいな推薦から任命に、えーまあ、直で行くみたいなねあそんな図式になると思いますところがですね、えー、菅首相は、まあ、あの6名の任命を、まあ、拒否されたんですけど、まあ、そのことについて解釈に変更はないとねなんか国会でね答弁されているみたいなんですよね。でまああの報道によると内閣法制局がその まああの任命は義務ではないとかいうねそういう文書をまあ作成していたというのもありましたねでまあ一体どういう考え方に基づいてまあこういう答弁をされているのかっていうのをまあ私なりにまああの考えてみたいと思うんですよね。 改正時の答弁の意味ですよね「まああのえー、任命は形式的なものである」っていう、えー、答弁の意味は、まあ、あの推薦だからさっき言った通り、えー、推薦があれば、えー、任命しますよっていうね推薦矢印任命みたいなね、まあ、まあそんな感じになると思うんですよね。でところがですね実は推薦プラス えー、国家公務員法の結核事項に準じる事情がないという、まあ、2つの要件があって初めて任命、えー、されますよっていうそういう意味だったんだよっていうね、あのー、ことだと思うんですよねその、えー、改正時の、えー、国会答弁が実はこれだったんだよっていうことを言ってるんだと思うんですよね。 この国家公務員法の結核事項に準じる自由事情がないというのをまあ短くして結核事項なしってねするとまあ推薦プラス結核事項なしで任命に行きますよっていうねだから推薦から任命に直で行くっていう言ったわけではないですよっていう意味なんだと思うんですよね。だからまあ,あの言い換えるとこの結核事項なしの部分は。 聞こえない言葉であの言われていたっていうことになると思うんですよねまあ目次的に言われていたと言ってもいいかもしれないんですよねだからまあつまり極端な事態が生じない限りはそのさっき言った通り推薦から任命推薦矢印任命みたいな風になってるんですけどだからまあその極端な事態が生じない限りは推薦から任命に直で行くからだからまあ任命は形式的と言ったんであってその 極端な事故事態が生じた場合にも、えー、形式的に任命するとまでは言っていないということになると思うんですよね。だから、まあ聞こえない言葉でえー、結核事故なしっていうのもね。あの答弁していたのだっていうね。まあ、そういうことになると思うんですよね。で、まあ、その極,極端な事態というのは、その日本学術会議がまあ暴力をね。 肯定する団体に所属する人を推薦したとか。まあ、そういうような事態をまあ、言うんじゃないかなと思うんですよね。だから、まあ、そういう極端な事態については話題になっていなかったから、まあ、特に言わなかっただけだよ。っていうね。まあ、そういう意味なんじゃないかなと思うんですよね。でですね。あの最高裁判所もですね。たまにあまあ、こういう言い方をするんですよね。あの。 まあああるるルルールをででですすすねねねのの判決でその、ね、言ったとするんですよ、ね、例えばですね A ならば BA 矢印 B っていうねそんなねあのルールを言ったとするんですね。であの何十年後かにね後からあれは実はですね A プラス C ならば B って言ってたんだよっていうね決して A ならば B っていうねあの そのじゃなかったんだよって、ね、あの言うことがあるんですよ、ね、だから実は最初からね a+c=b イコールって言ってたんだけどその c は聞こえない言葉で言ってたからその a ならば b ってね言っただけなんだよっていうねだからまあその、まあ、a ならば b と a+c プラスならば b はあの別だと普通は考えるので、まあ、この判例が後から。 このね、何十年後かに変更されたんじゃないかなって思うんですけど実はねその最初から A+C=B と言ってたのだからその変更判例は変更しませんよっていうね元からこれだったんだよっていうねそういう言い方をするんですよね。でまあ,あのこれの例としてはですね 違法収集証拠は排除法則っていうね。あの刑事訴訟法の分野でね。そういう法則があるんですよね。それに関してですね。あの2つの最高裁判例があるんですよね。あのまあ、概要欄にね。あのどの判例か書いておきますので、あの裁判所のホームページの判例検索をするとまあ出てきますので、まあ、興味がある方はね。あの読んでくださればいいなと思うんですよね。で、まず1つ目古い法の判例は昭和24年の判決なんですよね。で、何を言ったかというと。 収物は収手続きが違法であってもそのもの自体の、えー、性質形状に変更をきたすはずはないからその形状等に関する、えー、証拠たる価値に変わりはないっていうねまああのー、だから違法な、えー、ね手続きでそのね証拠まああの捜査機関が収集したとまあね何でもいいですまあ盗んだものとかねあの賭正罪とかね。 あの何ででもいいんですよあの包丁とかねあの殺人に使った包丁とかねそれはね違法な形で集めてもねまあそれはね覚醒剤が、ね、別のものに変わるわけではないですよねあの砂糖が覚醒剤に変わったりもしませんよねであのなんか鉛筆がね包丁に変わったりもしませんのでそのもの自体はね形とか性質とかは変わらないから証拠として使えるんだよってねそういうことを言ったんですよねでああなるほどこれ読んだらまあ誰だって思うと思うんですねだから、まあ。どんな違法があっててもですね証拠として使える問題なく 使えるんだなところがですねこのまあ約30年後ですよね、えー、昭和53年の9月7日の判決で最高裁はねこのように言ったんですよね。えー、昭和24年の判決は、えー、証拠物の押収手続きに極めて重大な違法がある場合にまで証拠能力を認める趣旨のあるものであるとまでは返しがたいっていうね。だからあの 欧州の手続きに極めて重大な意表があった場合にまで証拠として使えるとは言ってませんよ。っていうね。このね、30年後になってね。言い出したっていうね。ええー、って感じなんですよね。でだから。あの。だからうんと最初のあの昭和24年の判例を見ると、まあ、あの単純に言うと証拠矢印使えるっていうね。 そんな感じだと思います証拠があればまあね違法があろうがなかろうが使えますよってねそういう意味だと思ったら実はですね証拠があるだけじゃなくて、えー、欧州手続きに極めて重大な違法がないっていうねこの2つの要件が揃って矢印使えるっていうことになるっていう意味だったんですよね。昭和24年ののめからあの 判例はそういうい意味だだっったんだよってねそのこの昭和24年の判決のまああの対象となったその証拠の押収手続きにはその極めて重大な違法はなかったんですよね。だからまあ,あの特にその問題にならなかったからその特にねあの言わなかったけどあの。 えー、聞こえない言葉ではねあのそう言ってたんだよっていうねそういうことだからあの判例変更をするんじゃなくて元からそうだったのだから特に判例は変更しなきゃいあの初めからそういう意味だったんだよっていうねそんなん分からへんわっていうねそんなねあのちょっとねツッコミ入れたくなるような、ね、気がするんですよね。まあ、あの考えてみるとでですね、まあ、昭和24年のの判決からではもうあの ど,のどれほど重大な極めて重大な違法があってもその証拠として使えるっていう意味でその、えー、53年の判決で変更があったという扱いにすると。 この三十年間最高裁判所っていうね、も、ま、う、あ、あの最高の、えー、法律を法を扱う機関がその極めて重大な違法を容認していたっていうね、そういう解釈をしていたっていうことになってしまうんですよね。でそんなことは、えー、最高裁としては決して言うわけもないし、えー、言ってはいけないことなんですよね。だから、えー、そこまではね、決して言ってない。そんな極端な事例の場合までその使えるとはね、決して言ってないよっていうのがまあ昭和五十三年の判決 なんでまあ、あの分かりにくいけど、まあ、言われてみるとね、まあ、そういう理屈になるのかなっていうところになると思うんですよね。でまあ,あの話をですねこの、えー、任命拒否に戻すとでですね,あの、まあ、そのねあの聞こえない言葉でその、えー、結核事項なしっていうのもねあの最初の答弁でねあの聞こえない言葉でね言ってましたとかねあの言うと、まあ、こういうツッコミが入ると思うんですよねあの。日本学術会議法にはその 会員について結核自由の、ね、規定がないんですよね。で国家公務員法はその、えー、特別公務員には、えー、適用されないんですよね。で日本学術会議の会員はその特別職の公務員なんですよね。だから、あのー、その結核事項とかいう、ね、話を出すのは、えー、おかしいんじゃないのっていうね、まあ、ツッコミが入ると思うんですよね、まあ、それについてはですね。 まああのその結核規定がないっていうのはそのまさかね日本学術会議側がそのえ国家公務員法上のえ結核自由に当たるような人物を推薦することはないだろうっていうねまあそういうまあ前提でねあ,のあえてね規定を設けなかっただけであってそのまあ結核事項に当たるようなねあの人物が推薦されるようになったらそのまあ前提が崩れたっていうことになるんですね。 だからまあその場合の任命拒否までえ禁止するっていうね、まあ、あのその適用されないからといってその任命拒否を妨げるっていう趣旨ではないですよとかまあそういうまあ説明がされるんじゃないかなと思います。ということでまああのこの度ね、まあ、結構ねあの謎がある答弁ですよね解釈変更はないっていう答弁の意味を私なりに考えてみましたではごご視聴ありがとうございました。